ですが、ありがとうございました。広島2日目終わりました。ギフトありがとう。こんばんは、会いに来てくれた皆様、そしてそしてフルで見てくれていた皆様、ありがちょう。ソフトありがとう、最高でした。それな、席が最高でしたね、なるずんちゃん席が最高、よか、良いとこに座ってた。明日は山口となっております。ひーちゃんもありがとう、見えたよ、おで、なんだっけ、お出迎えもありがとう。夜はお出迎え、初めてお出迎えしました。そこに来てくれた皆さんもありがとうございました。ゆうきちゃん、とっても幸せになれたよ本当、明日からも頑張れるよ。アリちゃんチキ、アリちゃんチキめっちゃ可愛かったびっくり、可愛すぎて。 Thank you Thank you ハート、ありがとうございます。夜配信見てたけど感動でしたねえ。元気です、ありがとう。出迎え、お見送られ、気づいてくれて幸せだ。気づきましたよ、ピンク、ピンク振っていてくれてありがとう。こんばんは、本当に本当に最高でした。いる声に名前呼ばれて最高で、思わずゆうきちゃんこんばんは、ちゃんこー、感謝状、感謝状を足に指名してくれたの、びっくり、もう大役をありがとうございます。本当にしっかりとお渡ししましたここはそばに。こんばんは。いや、その時そんぐらいからもやばかったけど、感謝状は読まないかんから感謝状は読まないかんからさ、それまでは耐えて、その後のココアの語り、なんていうのあれ、他の思いを伝えるところがやばかったですね。とてもやばくて、その後のジワルテイズがさらにやばかったです。ここの毛どっか行った、ちょなんか少なくない、バレてないよね。負けましたやんて、バレてた、
バレてないよね。ジュアルデイズはレッスンの時からやばかった。やばかったけど、いや愛ちゃんなかんねって言われていたから、そう、いやなかんよって言っていたけど、愛さん泣きすぎてなんかびっくりしたらしい。愛さん泣きすぎてて2番ね、みんな5人ずつ寄っていくところ、愛さん泣きすぎてびっくりして、そこでなんかもらい泣きしたらしい。どういうこと、愛さんからもらい泣きするってどういうことやの。どういうことすぎる。こんばんは、ね、サビの歌詞愛さんが歌うとこ、新しい人生決心したなら、ほほほぼぼ僕は微笑んで見送ろう。全然微笑んでなかった。全然微笑んでない。ありがとう。いや珍しい、珍しくはないんやけど別に。そう、いつもバレてないだけない。今日はさすがにバレたかって感じ。そう、バレてないだけない。別にピオの卒業公演コンサートは泣いてないけど、卒業公演のピオちゃんが最後喋ってるとこでもマジやばかったけど、別にバレてないだけなんですよ。でもさすがに今日はバレた。さすがにバレた。大好きな人ちょうどさ後ろ向いてさ、タンタンタランタラランこう後ろ向いてる時あるやん、そこのちょうど後ろ向いてる時にさ、めっちゃ懐かしい。アリのココア3人でさパジャマドライブ踊った時、何のコンサートやったんやろね、あれはもう忘れたけど、パジャマドライブやったのは覚えてる。マジでコンサート、めっちゃ昔のコンサート、プププパジャマでドライブ、月明かりで、その衣装でパジャマ着てる3人を田中高校か誰かが写真撮ってる。ちょうどさ、ちょうど全員後ろ向いてさ画面見てる時にさそれ流れて、めっちゃ恥ずかしいんですけど、そこで引っ込んだけど恥ずかしすぎて恥ずかしすぎて引っ込んだけど、大好きな人いい、良すぎて、いい歌詞すぎて、やばかったですね。あれ以降のさ映像見れんけんさ、どんなやったか分からないけど、そうびっくりよ、みんなさ画面見るところでさ、ちょっと待ってと思って、よかったですね。こんばんは、アイスありがとう。
幸せになればいいって分かってはいるのに、映像見たかったね、最後まで。じわじわにじむ、イエーイ。初訪問ありがとうございます。超レアなケース。いや、そんなこともないんやって、普通に普通に。なんかまひちゃんもさなんかね、え、あいちゃん泣いたのあれぶりじゃない？なんか無理、中学生ぐらいの時にダンスの先生になんか言われとったぶりじゃないって言われて、いや覚えてないさどんだけ前やねんと思って、どんだけ昔のあれやねん、それ以来じゃないいや昔すぎやろさすがに昔すぎるわそれは全然覚えてない、全く覚えてないびっくり、逆にそれ覚えとんの、なんでの。ありなんか怖い。ねえ、なんか最近その動画見たんよ、のんちゃんとココアとアイさ、なんかメガネかけてさ、ストーツメグイオンモールの中で3人でなんか変なことしてる動画見たんよ最近。サラピにも見られて笑われた。そう、でも蘇ったね。そうそうそう。あとエレベーターの中で捕まれたココア、これ目を受けたんですけど、このセーラー、このセーラーの時代のアーシャ一緒に取りに行ったの、アリノンココア3人で、3人で海まで行ってさ撮ったからさ、アイサがサザエさん部屋して撮った、このセーラーで3人で海のとこら辺でなんか遊んで帰った記憶とか蘇り、うんうん、蘇りましたね。フォローしました、ありがとう。初訪問ありがとう。アリノンココアだったね。とでもパジャマドライブの時の可愛かった、可愛かったくない？あの頃衣装いっぱい借りれてたのよかったし、なんか可愛かった。プププパジャマでドライブ、月明かりを道案内に、
日は清水さんに服をあげたんですよ。お礼、お礼が来た。いやそれな、全然実感なかった。そうめっちゃずっと言ってた。ほんまに実感なすぎ。だけどさすがに、さすがに実感したよね。しかもそう、そんなに想像するやん。想像がさ世界規模すぎて、そのすぐ会えない世界線すぎて。世界規模でやばかったですね。でも涙引っ込むシーン何回かあったよね。おもろくて。ギフトありがとうございます。だって明日はいないんですよ。やばすぎる本当に。明日の山口には来ないんだよ。ここそれが一番実感ポイントな気がする。明日、今日ずっといたとこにいない、違う人が立ってるってなったら多分実感。ここにココアがいて、このシーンで目が合ってたっていうところに違うメンバーが立ってたら多分実感になると思う。ギフトありがとう。大きくなったなってないあとそこおもろい。さすがにね、7年経ったから。ドゥ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 。水平線の彼方へ。こんばんは。でもめっちゃ練習したよ。海を渡れジュアルデイ。昨日とかまではもうやばい、やばい、難しいってやりながらやってたけど、もうそんな場合じゃなかったね。ちゃんと練習したおかげで。そんなこと考えたらね、涙とか出てこない。よかったです。ちゃんと練習したおかげで集中できて。よかった、よかった。フォローしました、ありがとうございます。ハートもありがとうございます。うん、まあ、いやあれ何の一緒なの、ハッシュタグ好きなんだ。確かにぽいかもしれん。何の一緒なんやろね。
やちょっと違うね。何の衣装なんやろ。なんで。私はね、くるみちゃんのだったよ。びっくり、運命感じた。本家の元の方はちょっと分からん人だったんやけど、そう、付箋、名前、小物入れの袋、くるみって書いてあった。くるるん、抜きました。同じ誕生日、生年月日全く同じ。そう、鈴木くるみちゃんのだったな。初訪問ありがとう。ユニフォローお願いします。それな、あんなちょうどいいかしら。すごいよね。海を渡れ、どうもありがとう。全部が良かったね。ジワルも良かったし、最初のココアの歌い出しでもう泣いてましたよ私は。正直申し上げますと、本当は今でもそばにいてほしいよっていう一人のココアのソロの歌い出しでもう泣いてました。申し上げると。ドゥ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 。同じなの知らんかったね。すごい運命感じたよ。くるみちゃんのやんと思った。初訪問ありがとう。寂しいけど、なんでいつの日か、Love you。 はい、Say goodbye my darling。 明日は山口でお待ちしています。今日は落ち着き目、落ち着き目。何それ言ってないで。落ち着き目髪型やけど、明日はちょっと何しよう、ちょいはっちゃけぐらいでいきたいと思います。なんか前髪がだんだんなんか増えてる気がするんで、気のせい。前髪だんだん増えてる気がするかし、今短いけんいいけど、明日は別に前髪なくてもいい。
どん。夜前髪なんか上げた方が AKB さんの衣装っぽいかなとか思ったけど、ちょっとやめましたちょっとやめました。今日も可愛かった、嬉しい。ナズタンもねナズタンもね、力の大会でラップを披露してほしい。どういうどういうことやねん。美人 What's up 美人ちゃん、皆さんのやつでいこうかな。ワンピワンピそろそろ身になる頃じゃない、生まれ持ったこの猫フェイス。大人っぽく見えたからメガネの度を調整してくれると思います。いや、だいぶ合ってると思うんですけど、おかしい。そのメガネは正しいんではないでしょうか。おもりを誰もありがとう。もう朝は早いので明日は山口に移動しないいけませんね。のでは30分ぐらいで終わりたいと思います。そう、最初ベレーにしました。今日は久しぶりにベレーの存在を忘れてたからさあの制服にあるの、多分早いもん勝ちで誰か使ってたけど、久しぶりにベレーかぶって踊ったらとても熱かったです。リネポヨ最初ベレーかぶってたら暑かったです。今日ミネオシダベレーだったよ多分。他にいたっけ、多分最初ミネオシダミネオシダベレーでした。ベレーと言ったらやっぱワイラじゃねやっぱワイラじゃねって感じ。
回リボン。そう。そうそうそう。ここに輝いてた、本当。嬉しい。うれぽよです。メレーボーイコールミドルシアリサイコールすごいすごいすギョーい。メレーでつながっている。ソフトクリームありがとうございます。昼公演、そう、今日の昼は5曲あったね、シングルブロック日によって違うからね、曲数。普段のベレー、普段一番かぶってんじゃない、えげつないぞ。サマーベレー買ったんですよ最近。そうだけど迷ってる、その歌唱力で歌唱力でつけようか、でもベレーじゃなくてもいいやって思ってるのもあるけど迷ってます。一応買ったんだよねもうなんか普通の生地、モコモコはもうないし、普通の至ってシンプルなベレーの生地もうなんか厚そうやん。厚そう、白とかならまあいいけど、黒のサマーベレー一応買ったんやけど、どうしようか。まだ服も決めてないし、もうやばい、まひちゃんと全然練習できてないよねって言って、そう、やばい。そうなんですよ。まあ、そうなん。もう今年のやつはこれ言ったらまあネタバレになるか分からんけど、曲的に。選んだ曲的にリボンを入れたいんですよね。リボン入れたいから、リボン、あれでもいいかなと思ったけど、なんかなんだ、ゴムになってるリボンとかよりかは、こうちゃんとこう自分で結ぶ系のちゃんと結ぶ系のリボンが良くて、選んだ曲的にね、ちょっと迷ってます。これは歌う曲バレたか、今年の選曲がバレたか。こんな感じとなっています。そろそろランキングを読みたいと思います。
13位星3つさん、12位にゃ、11位キモツンツン、10位オリック、9位ココアリ大地奇星人、8位ヒロタンタン、7位ワンジャラさん、6位アヤさん、5位マキさん、4位天文エイトさん、3位ソちゃん、2位九州のノブさん、1位はドルルン、ワタルさん、ありがとうございます。ありがとうありがとう。明日は山口県に来ます。来てくれる皆さんお会いしましょう。明日は配信ないんでね、よろしくお願いします。本日も昼夜ありがとうございましたふふ泣き直します。つらいつらすぎる。思う存分泣け思う存分泣くんだよ。通り本当にありがとうございました。いきます。明日も来てくれんの、なずんたん。嬉しすぎ。頑張ります、頑張ります。また明日お会いしましょう。バーイ。おやすみなさーい。おやすみね、よしー。